温めるくらいです。仕上げライパラーっとかけて、さあクソ酔っ払いです。ということでですね、本日はですね、これ1本目なのが全然よくわかんない、昨日の酒が残ってるのね。ちょっと2日できついのでパワーをつけなきゃ。パワー、今回の料理は無限肉飯でございます。そんだけパワーのつく料理ねえだろっていうぐらいですね、最高に美味しい。めちゃくちゃこれ簡単なんでやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料紹介いきたいと思います。まずご飯ですね。ご飯は、まあ、僕は砂糖のご飯使ってますけども、別にあの冷凍した普通のご飯でいいです。炊いたご飯でも全然いいです。はい、とにかくあったかいご飯を用意してください。 200g です。卵1個、卵黄を使います。にんにく1かけもいらないです。2分の1個はこれ結構でかい、3分の1ぐらいでいいかな。あのちっちゃい普通の中国産とかのにんにくだったら半分。豚バラですね、 90g で、あと今回、ポイントになるのがこうラードと鰹節なので、それらの調味料は概要欄に書いてあります。それじゃチェックしてみよう。この無限肉飯を作るということで、リュウジのバズレシピ、なんと冬休み特別企画、今回は無限飲酒編でいきたいと思います。味濃すぎてちょっと体悪いとか言われてるんだけど、俺の飲み方の方がよっぽど体に悪いから、皆さんは用法用量を守って正しくお使いください。ということで乾杯、いただきます。ああ、ちょっとお前らも飲んで。乾杯。アルハラ、アルハラではありません。ということで、劇場版リュウジのバズレシピ無限飲酒編が始まりましたので、まずはニンニク、今遊郭編だっけ、今遊郭編が遊郭編ですね、はい、そろそろ遊郭編もスタートします。リュウジのバズレシピ、ニンニクは皮を剥いといてください。あとすりおろします。はい、であと豚肉なんですけど、豚肉ちぎっちゃおうか。だからニンニクだけ、ニンニクも面倒さだったらチューブでもいいんだけど、まあ生の方が美味しいっていう。じゃあこれが鰹節2g 今用意しましたね。これね、鰹節を使うことによってすごくね、香ばしさが生まれますんで、これをね、漬け盛りしす、鰹節をレンジでチンすることによって鰹節から水分が抜けてですね、鰹粉になるっていうですね、ライフハックでございます。じゃあね、40秒チンするとこんな感じなんだけど、今ね、鰹の香りがね、もうプンプンしてるんですよ、これ。で、これをあのこうやって指でコショ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 することによってカツの粉になるんですね、はい、こうやって粉にしていくとご飯とこれ馴染んでですね、すっごく美味しくなります。次はもう炒めに早速入っていきたいと思います。まずね、あのフライパンにこれラードですね、まあ、ラードなかったらサラダ油でももちろんいいんですけども、まあ、あればラードの方がコクがつきますんで、ね、これね、小さじ2杯だから、まあ大体 これぐらいですね、はい。でここにですね、あのもうね、肉入れちゃいます。切れてない状態なんです、これ。ちぎります。あの豚バラはね、ちぎれますから。まな板をね、汚さないんで、あのこれが一番楽だと思います。はい、まな板が汚れるのと自分の手が汚れるんだったら、自分の手が汚れた方がいいので。はい、そしたらもう火つけて。そしたらね、あのご飯はね、今のうちにね、これ温めておきますからね、これね。これ、ラードで炒めることなんですね。やっぱりね、ご飯にラードと絡みつくね。あのチャーハンとかもラード使うじゃないですか。なんですけども、今回はですね、ラードを使っていきます。もちろんサラダ油でも大丈夫です。サラダ油でも大丈夫なんですけど、風味がちょっと違うかなぐらいな感じです。はい。まあ、そしてもうね、あの炒まり方はね、今ちょっと軽く焦げ目がつくぐらいです。結構です。はい。で、ここに、カツの粉。はい。カツの粉入れます。はい。これが味の大元になりますね。はい。そして、醤油ですね。まだこれ塩分ついてないんで、ここに、味付けね、塩味をね、お醤油小さじ2杯、はい、あとオイスターソースです。これ、まあ、持ってない方もいらっしゃると思うんですけども、オイスターソースはね、僕のレシピは結構出てきますんで、買っていただいた方がいいと思います。はい、このね、醤油とオイスターソースって非常に相性がいいので、そしてですね、味の素、鰹節っていうのは核酸なんですね、動物性なんで、イノシン酸っていうのが入ってるんですけども、そこに味の素グルタミン酸っていうのを入れることによって非常にうまみの相乗効果っていうのが生まれますね。はい、そして、お砂糖です。今回はちょっと目分量で入れちゃいます。はい、小さじ半分ですよね。はい、僕はもう訓練してあるんで、小さじ半分よくわかる。そして、ここにお酢です。はい、あ、今ちょっと火止めちゃってます。はい、
あの止めていた方が、あの初めて作る方はね、こうゆっくりやるとあの焦がしちゃったりするので、でお酢ちょっとさっぱり感、これだと、ね、結構くどくなっちゃうので、酸味をつけます。はい、そして、ここでおろしにんにくね、ここでおろしにんにくを入れることで、パンチが効きますね。パンチ佐藤です。これでパンチが効くんでね。で、これで、どうするかっていうと、一回火つけて、ここに、ね、少し火を通して、香りを落ち着かせるっていう作業ですね。あとお酢の酸味も少し飛ぶんで、ま、もう軽く温めるぐらいです。で、あんまり、炒めすぎちゃうとこの水気がね、なくなってしまうんで、このなんかタレに絡まってるこの肉の感じがいいんですよ。で、ここに温めたですね、この、ご飯ね、ご飯入れていきます。はい、で、ここで、これね、ここでチャーハンじゃないので炒めない、炒めるとチャーハンになっちゃうんでね。はい、これ炒めない、火を止めて、ご飯を混ぜていくっていう最後にいきますね。はい、これがうまいのよ。んで、これ今あのタレとにお肉が絡まりましたね。そしたら盛り付けいってきていいと思います。まずはね、ご飯をね、あのこの丼に入れていきます。まあまあ、もうこれはね、どちらかというともう簡単すぎるんで、ズボラ飯のあの範疇なんですけども、やっぱね、こういう飯もうまいのよ。あ、こういうね、簡単に作る飯もめちゃくちゃうまい。で、これがですね、あの豚バラから出た油とラードが絡まって、ものすごいうまいね、あの肉飯になってるんですよ。で、これでございます。こっからあの まだですよ、まだですよ、せいせい、小ネギを、振ります。パラパラパラっと、まあ、これはね、あのまあもう風味付けと、あとあの彩りですね。はい、海苔ですね。はい、これあればでいいんですけども、あるとね、やっぱりこのもうね、鰹節の香りと海苔の香りすごく合いますので、あった方が僕はいいと思います。はい、ね、ちょっとね、あのスタドンチックな感じになりますね。はい、で、いりごまです。はい、いりのごま、いりごまもね、これね、ちょっと一工夫で、このあの一手間で、このすりながらね、指ですりつぶしながらやるとごまの香りがします。これね、ごまっていうのは、ね、香りの成分では中身に入ってるんで、すりながらやるとすごくごまの香りが立ちます。卵黄だけ使うと卵白がもったいないんで、まず卵白だけあの手頃な器に入れてください。はい、入れたら卵黄だけこっちに移します。あー、きれい。卵白を入れたところに、まあ、お水ね、 150cc 入れます。で、ここに、まあ、今回和のものなんで、白だしを大さじ1杯ぐらい、入れます。白身に、ね、ほぐすためにちょっと混ぜてくださいね。1分半とかでいいんじゃない。仕上げラー油、はい、仕上げラー油パラーっとかけて、はい、はい、こちらで最高の無限肉飯完成でございます。ということで、できました。食べていただきく、この卵黄をもう最初からクライマックス、くわー、これだよ。ではいただきたいと思います。肉と卵黄が絡まったところをね、ちょっといただきたい。うまっ、炭の味がする。これショートウエスターソースのうまみ、そして鰹節の香りとうまみがかなりこの肉飯に入り込んでですね、最高のタレになってる。タレと油が絡まったご飯がめちゃくちゃ美味しいですね。そしてここで私はさらに炭を加速、マヨネーズとブラックペッパーというね、黒胡椒かけて、マヨをちょい足し、マヨブラックペッパー足しのいきますよ。おっ、うめっ。マヨネーズなんでこんなうまいの。ということで、いでよフードファイター、よし、よいしょ、いただきます。うまっ。あー、うめえ。うまい。だね。いや、ほんとすごいわ。一見手間かかってないんだけど、かつお節の粉にしたり、醤油とオイスターソースをやったり、割と味付けにはこだわってはいます。あ、スープ、スープ忘れてた。
小ネギ振ってね、はい、まあまあまあこれはもう料理してればみんなもう通るみたいな。白身固まるんですよ。あったまる、うめえ。卵黄を使うのはこれができるからいいよね。ということで皆さんやってみてください。最近なんかジャンクさの中にもやっぱり人の心を持つようにしてなるほどね。昔の俺のレシピは人の心を持ってなかった。いやいや、まあ美味しかったよ先生。いやいや、うまいんだけど、まあこれもあ、油ここで人の心をなくしていく。なるほど。これで人の心をなく、人の心を感じてからやっぱもうこれやっぱサイボーグだ。なるほどね。こう後でカスタムできるんですか。カスタムこれよ、胡椒マヨネーズで、はい、人の心をフフ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